イテム番号 SCP-561JP。オブジェクトクラスユークリッドニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-561JP は現在無力化されており、機関車部のみがサイト81の敷地内に放置されています。特別収容プロトコル専属調査チーム5、東大監守によって、航空機による SCP-561JP の現在位置の捕捉を継続的に行います。財団は日本国及び琉球列島前国民政府領空内のあらゆる航空機の航路を監視し、SCP-561JP への接近を防ぐように航空管制に介入してください。万が一 SCP-561JP が目撃された場合、目撃者に対する A クラス記憶処理を行ってください。SCP-561JP が、天際の柱、イベントを発生させた場合、地上の到達予測地点付近の封鎖及び民間人の排除を行ってください。SCP-561JP あるいは SCP-561JP-A を民間人が目撃した場合も、A クラス記憶処理を行ってください。事案 561JP-1960、を受けての追記財団はすべての SCP-561JP-A になり得る実態の位置をできる限り把握することで、SCP-561JP の位置から降下予測地点を予測し、その範囲内にフィールドエージェントを増員してください。天際の柱、イベント発生後、周辺のエージェントは速やかに降下地点に移動し、封鎖を行ってください。同時に当該地域の警察組織にエリア封鎖の協力を要請します。以下の説明文は1960年にニュートラライズド指定されるまでのものであり、当時の技術及び世相を反映した記述のままのことを留意してください。説明 SCP-561JP は、日本国有鉄道において運用されている D51 型蒸気機関車に酷似した実態です。車体に付けられたプレートにより車両番号が、であることが確認されており、当該車両は1946年8月日の乗客乗員を線路上に残して骨粘と消えるという地表上現象の発生以降行方不明です。SCP-561JP は通常時高度1メートルの日本国及び琉球列島前国民政府の領空内を75から85 km/h 毎時の速度で未知の手段を用いて飛行しています。客車に当たる部分は4両編成であり、同じく日本国有鉄道の OHA 35型車両と同型です。3両目の客車の進行方向左側、前から2番目の対面座席に2つの人型実体括弧 SCP-561JP-1 及び SCP-561JP-2 と呼称括弧。都市が向かい合うように座っており、これ以外の胴体は SCP-561JP の機関車、客車全体において確認されていません。SCP-561JP-1 は10代後半の日本人男性、SCP-561JP-2 は7歳前後とみられる日本人女性ですが、外部からの一切の刺激に対して反応せず常に窓の外を眺めています。SCP-561JP は SCP-561JP-1 と SCP-561JP-2 を含むその構成要素すべてがレベル0的実体括弧。可視、物理接触不可、活動的括弧閉じであり、現在財団が持つ技術での物理接触は不可能です。非物質変異無効装置括弧ンプドン括弧閉じの有効性が確認されています。SCP-561JP は、不定期に、天際の柱、イベントを発生させます。イベントは日本標準時の2時10時から22時の間に開始し、遅くとも翌日の日の出までに終了します。イベント発生時、SCP-561JP はそれまでの軌道を斜め下に変え、速度を最大で 150km/h まで上げて降下します。この時の角度は降下中常に一定であるため、降下地点は容易に計算できます。SCP-561JP がある程度の高度まで降下すると、対象は速度を30、40、km/h まで落として付近に存在する三角測量用の光点表括弧以下 SCP-561JP-A と呼称括弧閉じ、へ近づき、その先端部の後、15メートル上空を通過します。この時、通過と前後して SCP-561JP-A は先端部を中心に 2000-3000cd-m2 の軌道で発光を始めます。発光原理は分光計測結果よりセントエルモの飛散に似た大気プラズマ現象であることを示していますが、プラズマに実体はない上に天候に関係なく発生し、
SCP-561-JP、A を破壊しない限りイベントの終了まで発行は維持されます。一つの SCP-561-JP、A を発行させた後も、近くに該当する構造物がある場合 SCP-561-JP はそちらを SCP-561-JP、A として発行させます。近隣に対象となる SCP-561-JP、A がなくなった時点で、SCP-561-JP は再び速度を最大で 150km 毎時まで上げて上昇を開始し、一定高度に達すると通常の巡航状態に戻り、天気輪の柱、イベントは終了します。高天橋の設置場所が主に山の頂上など人里離れた場所であることから、設置規制による、天気輪の柱、イベントの阻止は予定されていません。事案 561JP、1960年、月、日を受け、天気輪の柱、イベントを阻止する方法を模索中です。ホイ11960年、月、日、これまで高天橋のみで発生していた SCP-561JP、A 現象が東京タワーにおいて発生し、目撃者、人に対する記憶処理及びその後の大規模な情報改ざんが必要となる事態が発生しました。さらにこれ以降、全国の4角錐型の高圧送電用鉄塔などでも SCP-561-JP、A 現象が発生するようになり、大規模な目撃事案が頻発しています。SCP-561-JP そのものの危険度はほぼなく、大した問題ではない。しかし、空飛ぶ機関車というまさに児童文学の世界から抜け出してきたような存在がこれほどまでに頻繁に注目にさらされる可能性があるというのは、異常な存在を人々の目から遠ざける、という財団の理念に対する大きな脅威である。このことから、あらゆる手段を用いた SCP-561-JP の収容、あるいはそれが不可能であるならば無力化を行うこととする、日本支部理事。SCP-561-JP に対する呪術的、魔術的な手法を含むあらゆる実体化、無力化の試みは失敗に終わりました。特別収容プロトコルの改定により目撃事案の増加をある程度抑えることには成功しましたが、SCP-561-JP に割かれる人員は増え続けています。現在対象となる SCP-561-JP、A を減らすため、フロント企業による送電鉄塔と電波塔の建て替えを進めていますが、目撃事案の発生頻度は増加を続けています。ホイ2万、1960年、月、日、財団応用物理学部門によりインプドンが開発され、汎用的な霊的実体の物理固定が可能となりました。これを受け、天気輪の柱、イベントで通過が予測される送電鉄塔にインプドン、機を設置するという実験を行ったところ、上空を通過した際に SCP-561-JP 本体の実体化が確認されました。また、この時実験主任である南方博士の発案で同時に設置された感と係数機が、SCP-561-JP の通過に伴うヒューム値の変動を記録しており、何らかの現実改変が行われている可能性が浮上しました。SCP-561-JP が現実改変能力を有していると考えたとき、これまでスクラントン現実病括弧 SRA 括弧閉じの影響を受けなかった理由について一つの仮説が立てられる。現実改変によりレベル3霊的実体となり、この時空上から、編集済み、へと存在の位相をずらすことで、周囲の現実性へ影響することなく、編集済み、上の現実を書き換えていたというものだ。これならば現実改変の痕跡を残さず、編集済み、を通して光学的影響を現実に与えることができ、SCP-561-JP、A の発光現象も説明できる。そしてこの仮説が正しい場合、これらの現実改変は SCP-561-JP、1または SCP-561-JP、2が引き起こしているものと考えられ、これらを管理することで SCP-561-JP を停止させることができると考えられる、南方博士。この仮説の検証のため、インプドンで実体化した SCP-561-JP、1および SCP-561-JP、2に対する SRA 暴露実験が行われました。実験による現実改変能力の無力化は SCP-561-JP 本体の墜落を招く危険性があるため、ヘリコプターから吊り下げた SRA を対象に近づけることで短時間の暴露とそれによる反応の確認のみを行いました。インシデントレポート 561JP18 日付1960年月日
県、郡、村で発生した、天際の柱、イベントに伴い行われた検証実験において、SCP-561-JP が予期せず無力化しました。プドンで SCP-561-JP を実体化させた状態で SRA を近づけた際、SCP-561-JP-2 が突如消失し SCP-561-JP-1 が頭を抱え始めました。同時に SCP-561-JP は大きく蛇行しながら高度を下げ始めたため、直ちに SRA とすべてのウプドンを停止させました。しかし SCP-561-JP-2 が再び出現することはなく、SCP-561-JP 自体の蛇行と効果は止まらず1両目の客車が付近の高圧送電用鉄塔の上部に衝突しました。この衝撃により SCP-561-JP の機関車部と客車部の連結が外れ、機関車部は速度を落としながら軟着陸しましたが、客車部はその場に墜落しました。この結果 SCP-561-JP の客車部が失われ、近隣地域において大規模な停電が発生しました。墜落した客車部の残骸の中から SCP-561-JP-1 が発見されましたが心肺停止状態であり、収容サイトへの搬送中に死亡が確認されました。SCP-561-JP 本体に関しては着陸後異常性を発揮することはありませんでしたが、SRA による遮断後もある程度の浮遊能力を有していた事実を考慮し、SRA パネルで封鎖した状態で同サイトに収容しました。SCP-561-JP-1 の死体の調査とその後の捜査の結果、1946年8月日の消失事件の際の行方不明者、死であることが確認されました。また、SCP-561-JP には写真調査の結果より、死の妹である、死と断定されましたが、1946年8月日、当時すでに個人であったことが確認されています。この事実は、SCP-561-JP-1 がウプドンと SRA の停止後に現実改変能力を再度発揮しなかった原因に関係がある可能性がありますが、対象が死亡したため詳細は不明です。SCP-561-JP 本体はその後の調査で異常性が確認されなかったため、ニュートラライズドオブジェクト指定が決定しました。機関車部のみは保存し、長期的な観察が行われる予定です。